どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん、今日はいいですよ。全世界中で歌われている超メジャーな曲です。ハッピーバースデートゥユー。こちらの曲をガズレレ流超簡単アレンジでウクレレで弾きましょう。はい。これはですね。あ、実はこのガズレレ YouTube でもハッピーバースデーかつてやってるんですけど、さらに奥を深めて、三部構成で今回はやってみようということになっています。まあ説明しましょう。第一部は初心者さん向け超簡単バージョンです。はい。で、第二部はイントロもメロディー入れたちょっとね、ワンランクアップのかっこいいハッピーバースデートゥーユーやりまして、今回の目玉、第三部。これがぜひ皆さん必見でございます。どういう風にハッピーバースデーをやるのがいいか、どういうタイミングでやればいいか、どういう方がこの歌うといいか、今日は、ただ弾くんじゃなくて、その演出まで含めたハッピーバースデーというの楽しいあり方を、お話ししたいと思いますんで。はい。じゃあ一応タイムテーブル出しておきますよ。第1部はこの時間から。第2部はこの時間。第3部。これみんな見てほしい。これ。この時間から始まりますんで。興味ある方はそこまで飛んでいただいて、はい、見てくださいね。はい。じゃあ、ですね、ウクレレ、ほんと楽しいんで、ぜひ皆さん始めてもらいたいんですけど、簡単です。本当に簡単。しかもこのハッピーバースデーというはもう習った、今やろうと思ったらすぐできる曲ですから。それでもね、一応基本は押さえておきましょう。最低限のね。今ご覧になっているガズレレ YouTube を見ているだけで、どんどんできるようになります。ここにもうちょっとしたリンク貼るんですけど、このリンク先の初心者レッスンはここというところに行っていただいて、数字の順番でいろいろやっていくと、もうすぐできますから。はい。で、今日はその、ここにリンク貼るのと、この動画と合わせて、初心者の方は見ていてください。じゃあリンク貼ります。初心者です。ここ行っていらっしゃい。はい、行ってらっしゃい。そこには700曲以上のありとあらゆる曲があるんでね。皆さん、いろいろ検索してみてください。それをホームページ内で検索できますんで、よろしくお願いします。じゃあ、それではですね、まずハッピーバースデーというのを、シンプル簡単バージョン。はい、ここから始めたいと思います。まずです。この曲はですね、三拍子という曲でございまして、ガズレレではですね、このワンブロックの中に普段4つ弾くっていう決まりがあるんですよ。C、C、C、C ですね。これで言うと。なんですけど、三拍子の曲の場合は、ワンブロックに3回です。C、C、C みたいに流れていきます。この例で言うとね。はい。これを意識しといてください。ではですね、一回デモ演奏した後に解説いたします。はい。じゃあ、超絶簡単バージョン、ハッピーバースデートゥーユー、やってみます。1,2,3, せーの。Happy birthday to you.Happy birthday to you.Happy birthday dear 〇〇ちゃん。ここで伸ばしてパチパチパチって拍手して。せーの。Happy birthday to you.のジャガジャン。このような感じになります。はい。で、出てくるコードの解説なんですけど、これ、コード、出てきたコード、3つです。C と F と G7。この3つですね。はい。今のテロップと一緒に見てもらうのもいいと思うんですけど、ちょっとノートで見てみましょう。はい。そうすると、さっきも言ったんですけど、ワンブロック3回弾く3拍子の曲ですよ、ということになってます。そうするとこうですよ。Happy birthday to you.Happy birthday to you.Happy birthday dear 〇〇ちゃん F でジャガ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 って伸ばして、Happy、ここがちょっと難しい。Happy C C G7 C ってなりますね。ここです。はい。で、出てくるコードはこの3つです。C と F と G7。この3つで今できました。これは入門コードでなんですけど、ちょっと今日は解説しようかな。C っていうのはですね、皆さんいいですか？ウクレレを見たら、ここです。ここの1個。薬指で押さえるのがいいと思います。これが C。F は、こことここをこう2つ押さえる。斜め。指は寝てじゃダメですよ。指立ててくださいね。はい、これが F ですね。G7 っていうのはちょっとこんな方では難しいです。ここと、こことここを、こう三角形ですね。こんな感じです。この三角形。この三つをまず覚えていただくと、この曲できます。はい。で、やってみるとわかると思うんですけど、ここのね、C から G7 に行くときに、初心者と突っかかるんです。つまり、Happy birthday to、ここの次、
こういう風に行きたいでしょ。ちょっとね、最初慣れないと難しいんで、ちょっと聞いててくださいね。 C と G7 の間、時間空けていいです、すごく。いきますよ。 Happy birthday to you、 これでいいです。 Happy birthday to C に戻るのは簡単。 Happy birthday dear まるまるちゃん、ここじゃん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 。次が一番難しいでしょ。ワンブロックに3つですからね、こう。 Happy birthday、 ここもゆっくり toYou、 という風にするといいです。あのね、これ見てわかると思うんですけど、楽譜の中で C から G7 に行くときが難しいんですけど、 C から G7 に行くとき、ものすごくゆっくりになっても演出に感じることができるんですよ。これがポイントです。 Happy birthday to you、 Happy birthday、 こんな感じで溜めてるように見せて、ちょっとここ整える時間を稼ぐという裏技です、皆さん。はい、これね、三拍子ですかね。ハッピーバーから言葉が始まりますからね。こういうところもちょっとよく見ながらやってみましょう。これをさっきね、よく見て気づいたかな。ここ、黒い点があるでしょ？ハッピーバー。ここからここが始まるっていうイメージです。ハッピー CCCG7、ハッピーバー。また点がある。これがこういうふうにね、ちょっと自分なりに測るといいと思います。はい。これがハッピーバースデー初心者レッスンの全貌でございましたという。はい。じゃあ、ここからかっこいいバージョンいきたいと思います。かっこいいバージョンは、イントロもつけようと思います。メロディー弾きです。ちょっとこれに関してはですね、パターンを2個用意してまして、イントロ。ちょっとやってみましょうか。まずは、かっこいいバージョンでも簡単版の方いきます。こうです。ワン、ツー、スリー、せーの。8、8、7フレット、1弦の7フレットを捨てて全部弾きます。7、3、5、次、3押さえて全部弾く。つまり C ですね。C、もう一回。8、8、7全部弾いて、3、5、C、3、0、0、0です。はい。このメロディ。これまず簡単な方なんですけど、書いてみました。これはですね、まず今やったのは簡単、上のね、イントロ1です。こちらは上の段のこれを今やったんですけど、こちらは簡単ですね。まあちょっとこれを見ながらやっていきましょう。まず、これ一番上の線が1弦で、2弦、3弦、4弦。要は1弦ばっか使って、たまにこういう風に00があるっていう開放弦を弾くってことなんですけど、887の時全部弾いて、353000。これは C ってことですよ。これタブ譜といって、こっちから時間が流れていきます。この読み方わかんない方、ここにリンク貼っておきましょう。これタブ譜の読み方って解説があって、これタブ譜って言うんですけれども、時系列でこう、数字と時系列で見ていくってやつで、今、さっきのここのところでちょっとわかんない方は見てください。でもなんとなくこれイメージできるでしょ。このテロップにもちょっと出してますけど。はい。一番上のラインが1弦ですよ。もう一回やっとく？最初8ね。このポジションマーク2、これが5、7出たやつ強いから8、ここですよ。8、8、7、3、5、最後全部 C で弾く。はい。これが簡単な方です。じゃあ次。こっちで行きたいです。ちょっと難しい。5フレットのところで難しいところですけど、ちょっとやってみましょう。1、2、3、3、の、8、8、7、ここまで一緒よ。3行って次です。次が、1弦の5フレットと、3弦の2フレット。2弦の3フレットと、1弦の5フレット。こうなるんですよ。これちょっと難しい。一瞬でね。で、また最後は C です。3000。もう一回。8、8、7で全部弾いて、3、5で、こう。ここですよ。これがちょっと難しいかな。2弦の3フレット、あ、じゃあね。3弦の2フレット、2弦の3フレット、1弦の5フレット。5フレット小指がいいかな。薬指ではちょっと届かないかもしれない。はい。これができそうな人はこっちにチャレンジしてください。はい。またこれもさっきと同じように見せておきますけどね。今度はこっちですよ。さっきと同じね。8、8、7、0、0、ここまで一緒ですからね。3、ここまで一緒か。ここで、ちょっと違うだけね。5の時に、はい。3弦の2フレットと2弦の2フレット。これがちょっと難しい。あ、ここの1音だけが違います。これちょっと難しかったらこっちでいいです。はい。はい、この辺でちょっと確認しておいてください。ちょっとおさらいでやっておきましょうか。もう一回。せーの、はい、3、はい。8、8、7、3、ボーシー。もう一回。ハッピーバースデーと入っていきます。はい。ここね。このメロディーが、前奏がちょっと入るだけで、キラッと輝く、ハッピーバースデーな、というになりますんで。まあ、ゆっくり、じっくり、さっきのこの表を見ながら、やってみてください。
あと、かっこいいバージョンの右手の弾き方、どうしようかな、三拍子ってことじゃないですか。で、まあ、今回はシンプルにこの弾き方でいきましょう。じゃんじゃじゃじゃん、じゃんじゃじゃじゃん、1、2、3、1、2、3っていうのがいいです。じゃんじゃじゃじゃん、じゃんじゃじゃじゃん。はい。口で言うといいですよ。じゃあ C を押さえてちょっとリズムで勉強しましょう。せーの、はい。じゃんじゃじゃじゃん、じゃんじゃじゃじゃん、じゃんじゃじゃじゃん、じゃんじゃじゃじゃん。これを基本の弾き方としてやってみようと思います。軽やかにね、こう手首を使ってやってくださいよ。はい。優しい音がいいです。で、低い位置はね、いつも言ってるんですけど、このあたりがいい音しますね。こっちに行くとどんどん音が硬くなります。こっちに行くと柔らかくなる。柔らかく弾きたいというか、こっちでは弾いてもいいですけど、まあまあこの辺がいいかなということでおすすめしておりますんで、弾き方はこれでやってみましょう。そして、曲の中でも出てくるコードちょっと変えてます。見てください。Happy Birthday to you. G が出てきて、G7 になって、ここでも C7 が出てきてとなってます。つまり、ここ追加されるコードが G と C7 というコード、2つのコードを追加して、要は合計5個のコードでやろうと思います。それでね、まずこのコード見ておこう。G と C7 ちょっと紹介しておこうかな。G の押さえ方は、ちょっとこれガズレレではなかなか出てこない。G7 に置き換えちゃうんでね。ここと、ここです。こうやって押さえるのが結構おすすめですね。人差し指、中指が1弦、薬指が2弦の3弦。はい。もちろん、これでもいいですよ。人差し指で3つの弦を押さえて、ちょいとここ立てる。これでももちろん同じとこ押さえてます。はい。でも、G から G7 に行くんで、G から G7 に行く流れなんです。G から G7。ここ見て、うまい。この指がさ、こう、すごいトランスフォームみたいになるんだよね。こっちからこっちへ。これがうまくできるとかなり楽しいです。ちょっとこれ見てるとすごく複雑な動き、ロボットの動きみたいに見えるんですけど、はい。これちょっとやってみましょう。あと C7 は簡単です。ここ1個だけです。C7 1個だけ。はい。このコードをちょっと踏まえつつ、かっこいいバージョン、イントロのメロディーを含めてやってみようと思います。1、2、3、1、2。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. まるまるちゃん、おめでとうございます。Happy birthday to you. せーの。はい。ガズレレ流、ハッピーバースデーかっこいいバージョンやってみました。急にね、こう、おっとりした、こう、なんかリズムが入ると、またちょっとね、様子が変わりますんで、かっこいいバージョンも、ぜひ、挑戦してみてください。さあ、第3部。こっから、第3部始めようと思います。第3部は、このハッピーバースデートゥーユーをどういう時に、どんな感じでやるのがおすすめか、言いましょう。まずですね、この歌を歌う、一番多いパターンとしては、パーティーの時に、お誕生日会の時に、やるっていうパターンが考えられますよね。じゃあ、例えば想像してみてください。お子さんのお友達のホームパーティー呼ばれたとしましょう。こういう風にしましょう。じゃあ、そのお宅ピンポーンってしていくじゃないですか。その時に、ウクレレを持っていくんですよ。はい。いいですか？その時に要注意なことがありましてですね。ウクレレは、ウクレレケースに入れてちゃダメですよ。ボストンバッグとか、大きなリュックサックに入れて、隠して持っていってください。なぜかというと、ドン！サプライズがいいんですよ。サプライズ。なんでこのウクレレでやるとサプライズがいいかと言いますとですね、皆さん聞いてくださいよ。ギターをもしね、持ってサプライズしようと思ったら、ピンポンってやった途端にもう背負ってますからね、ギター。バレちゃうじゃないですか。あ、この人は今日私の家でギターを弾いてハッピーバースデー歌ってくれるなってすぐバレちゃうじゃないですか。それはね、サプライズとは言わないですからね。ウクレレだけがちっちゃくてこう持ち運びできるんですよ。あともう一個よく言われるのが、そんなこと言ってもピアニカとかハーモニカもありますよって言うんですけど、皆さん。忘れてはいけません。ハーモニカもピアニカも歌えないですからね、一緒には弾きながら。だからもし吹けたとしても、ブーブーブーってなっちゃうわけですから、やっぱりこう、弾けて歌える楽器って一番ちっちゃいのはこのウクレレですから。これがだから、ウクレレだけに、こう与えられたものすごくアドバンテージじゃないですけど、まあまあいいや、話は続けましょう。で、ボストンバッグとか、大きいリュックサックに入れて隠し持っておきます。そしてですね、ちょっと経ったらですね、トイレに行ってください。で、こっそりトイレでチューニングをします。
あのバッグに入れておくとここがちょっと触ってねずれちゃったりなんかしますからね、チューニングをしっかり全部ちっちゃい声でやってください。ちっちゃい音でねバレちゃうから。で、あの水流すのもちょっとエコじゃないから、あの音を消すためにね、あーうーんとか言ってこうこまあのチューニングするのおすすめですけど、とにかくこうちっちゃい音でチューニングをして、またボストンバッグに入れてリビングルームのパーティーの席に戻ります。してですね、キッチンをねよく見といてください。キッチンを、なんでか答えは簡単でございましてですね、お母さんがケーキをいつ出してくるかって見てないといけないんですよ。だからお母さんの動きをチェックしてね、あ、ケーキまだ出てこないな、とかチェックしておいてください。夜はですね、比較的いいんです。なぜいいかというと、電気がパッと消えるじゃないですか。その時に、お、来たなって言って、こう、ウクレレを出す。で、昼間が一番ね、もうお母さん、不意に出してくる時がありますからね。で、まあまあいいでしょう。ケーキがわーっと出てきて、ろうそくが立って、わーってなってみんな、やったー、ケーキが来たよってなるじゃないですか。その時です。おもむろに、リュックとかボストンバッグからさっとこうウクレレを出してですね、ハッピーバースデーって歌い出すんですよ。想像してください皆さん。みんなね、周りの人どういう風になると思います？うわーってなるんですよ。で、その後絶対に一緒に歌ってくれますからね。これ大事ですからね。じゃあそれちょっとバーチャル体験しましょう。私が歌い出して皆さんが一緒に歌ったという体でね、いきますよ。ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー、Happy birthday, dear. ここから大事。なになにちゃーんってここまで来るじゃないですか。まだ曲終わってないじゃないですか。でもこれこう伸ばしといて、さあじゃあ、ろうそく消してくださいとか、プレゼントある方渡してくださいとか、弾いてる本人が司会者になって、この場をね、まとめるのがいいんですよ。まとめ、おめでとう、夢はあるのかいとか、そんな話をしましてですね。で、わーっとこう、ろうそく吹き消されて、したら、おめでとうとかって、ここで一盛り上がりして、あ、まだ曲終わってないからね、最後までやりましょうと言って、せーの、Happy birthday to you。今メロディーちょっと違ったでしょ。トゥーユーってハモってあげるんですよ。なぜなら一緒に歌ってくれる皆さんは出旋律を歌うんで、ここで、演奏してる本人が上の3度上のハモリを入れてあげるという。ハッピーバースデートゥーユーってやるとみんなうわ素敵ってなります。いいでしょう皆さん。まあ本当にね、これはですね、私ガズレレ仲間様にはいつもしてる話なんですけど、みんな大成功ですよ。その後面白いことがありましてですね、それがまあ終わって、わあおめでとうってなったら何が起こるかって言ったらですね、ウクレレって私にもできるかな、その場でウクレレ教室が始まるので、そしたら C はここだよとか教えてあげると、もうどんどん楽しい音楽仲間が誕生するという素晴らしいエコなシステムでございます。ハッピーバースデーというはもう逃してはいけませんよ。そういう使い方ももちろん大事ですけれども、あとは大切な人に、恋人、家族、おじいちゃんおばあちゃん、息子娘さんね、あのパートナーに歌ってあげる、これいいじゃないですか。当たり前ですけど、その時に忘れちゃいけないのはですね、目を見て歌うのがいいです。ちょっとね、じゃあ見ててくださいね皆さん。ハッピーバースデー、じゃあ画面の向こうの画面の底にいるあなたがハッピーバースデーの歌われる人だとしますよね。じゃあ私が歌うとします。したら、じゃあ、誕生日おめでとう。僕あの、ハッピーバースデーの歌うね。せーの。ハッピーバースデーとユー。ハッピーバースデーって、心こもってねえじゃんって思うじゃないですか。やっぱりこれは気持ち、おめでとう。ハッピーバースデーって思いを届けるわけですから、そういう時はやっぱりね、こう、ハッピーバースデーとユー。おめでとうって感じ。あ、間違えちゃった。ハッピーバースデーとユー。Happy birthday to you. こうやって目でね、やっぱりおめでとうっていう気持ちをやっぱ届けてる。これがやっぱメッセージの、ソングのやっぱりあり方だと思いますので。まあ楽譜見ながらでもいいですけど、こうね、楽譜ずっと見るんじゃなくて、こうやっぱり目をね、新たに歌ってるんだという気持ちを届けるのがいいと思います。あともう一点、ぜひこれはおすすめしたいことがあります。もしあなたが飲食店を経営されている方だとすれば、お客さんが誕生日の時には、ね、カウンターとかこのキッチンからハッピーバースデーってこう歌って、オーナー自らがこう歌ってハッピーバースデーをお祝いしてあげる、素敵じゃないですか。よくあの飲食店行くとね、なんかこうハッピーバースデーって言うとね、こうパフェになんか花火がなんかバチバチ持ってきて、あのマライア・キャリーのハッピーバースデーの曲とかが流れながら来ると思うんですけど、それを自分でやるんですよ。これはもうホスピタリティだと思いますね。
なのでぜひマスターして、これ簡単なんでね、もう覚えちゃってやってください。あと会社を経営されてる社長様なんかも取引先とか、あとやっぱもう OL さんやサラリーマンの方も なんかあればね、パッと持ってってその同僚の前とか上司のところで歌ってあげる。やっぱこれたあの気持ちを届けするあのプレゼントの曲ですから、そういうことを考えるとこのハッピーバースデーというっていうのはものすごく、いいアイテム曲ということになると思います。すごいでしょ、このハッピーバースデー1曲でいろんなことができそうな感じだから、まずは覚えましょう。だって簡単バージョンだったら C と F と G7 でできちゃうわけですから、はい、いい感じです。ありがとうございます。はい、ガズレレ式ハッピーバースデーの楽しみ方でした。皆さんどんどん歌ってください。これはどん人に教えるにもこれは最高ですからね。言い換えれば世界中で歌われてる大ヒット曲ですから、マスターしましょう。ありがとうございました。はい、ガズレレです。いろんなことをやっております。イベント全国駆け巡っております。いろんな本も出している、今みたいな話を、書いてる、楽譜じゃない本も主婦の友から出しています。いろいろご案内、これからちょっとご案内動画流しますので、お時間ある方はご覧になってください。あ、音楽最高です。皆さん、どんどん楽しんでいきましょう。今日は見てくれてありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあ、ご案内、どうぞ。はい、そういうわけで、じゃあ、ガズレレホームページ、ドン!ご覧になってください。ガズレレ .com でございます。ガズレレホームページにはいろいろ情報があるんですけど、ひとまずさらっと お伝えしますと、イベント情報あります。はい、こちらです。ドン!6月16日、沖縄那覇。6月30日は長野県長野市。7月は奈良に行きます。はい。この時はですね、もういろいろ私の話、いい話聞いたり、皆さんの質問に答えたり、みんなでわーってやって、テーマを設けて何かに向かってみんなでやったりで、もう本当にね、盛りだくさんなイベントになっておりますので、ね、もうお一人様でも大歓迎ですから、ぜひ来てください。6月16日の沖縄那覇、前日は、純駆動書店さんで、トークショー&サイン会ありますので。もしご予定あったら6月15、16、2連チャンでディープに行きましょう。沖縄那覇よろしくお願いします。はい、であと東京都内ではこちらがあります。どうも、千人ガズレレアット代々木公園アースガーデンというエコロジーのイベントの、に参加させて、毎年今年3回目になるんですけど、もうちょっとね、いろんなテーマを決めてみんな1000人ぐらいで歌おうぜっていうので、もうちょっとしたらここの YouTube で公開しますんで、とにかく日付だけ開けといてください。7月6日の土曜日真っ昼までございます。準備しといてくださいよ。今この YouTube でお題をね出しますんでね、よろしくお願いします。あと本とかいろいろ出してます。グッズもいろいろ出してますんで、最新情報はガズレレ .com、 ここにリンク貼っておきますね。これホームページチェックしてください。そのリンク先にはですね、ガズのブログも書いておりますんで、いいブログ書いてますから、はい。で、あのリッドミュージックのあの100曲入りの歌本も今予約開始、5月30日発売です。皆さん盛りだくさんで音楽を楽しみましょう。やっぱりね、音楽聴くよりやろうが楽しい。よろしくお願いします。ガズレレでした。さよなら。